今日は晴天に恵まれました横浜 DeNA ベイスターズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手に注目されてますか？はい、攻撃でいうと両チームの2番バッター、この2人が打線の鍵を握っていると僕は思っています。2人の仕事ぶりに今日は注目したいと思いますね。はい、2番バッターぜひ見ていきましょう。まずはベイスターズの先発平、マウンドに上がりました。どう立ち向かっていくのか注目です。ベイスターズに選手の交代がありました。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。引っ張った、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤岡。平、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まっています。さあ2球目は何か、引っ張った、取りました、アウト、いいプレーが出ました。ファインプレー、いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか？この一瞬の判断は素晴らしいですよね。打順は3番平沢、2アウトランナーありません。この回の平、3球でアウト、効率のいいピッチングです。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。これが1球目、初球ボール、次が2球目、ストライクになります。力のあるストレートですよね。インローを指にかかったストレートで空振り、ワンボールツーストライク。これが4球目、インローボール、見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。この回マリーンズ三者凡退です。変わりまして1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発の田中。どんな投球をしてくれるんでしょうか。桑原が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ファウルになります。2ストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている関根。まずはワンアウトを取っています。
ールを拾ってアウト、2アウト。打席には3番バッター佐野。2アウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが4球で2アウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか。打ちました。弾き返した打球は右中間へ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。2回になります。マリーンズの攻撃。打席には4番バッター上田。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。打ちました。これはどうか。センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は5番岡。ヒットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャー平、そしてキャッチャーは益子。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。これが初球。インサイド落ちました。ファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。外への変化球、ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。危ない球です。打った。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁。さあベイスターズ先制のピンチを迎えています。まあやはり後手に回りたくないですからね、ここは冷静に対処したいですね。そうですよね。さあそのマウンド上の平、この状況にどう対応してくるか。変化球を見極めます。三振を取りたい場面ですよね、ここは。インサイド落ちました。高く上がった。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。マリーンズ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0。序盤から先手を取られています。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。もう少し厳しいコースに投げ込みたかったですよね。犠牲フライで先制点を取られています。まあこの後が大事になってきますね。さあこの場面でバッターボックスには7番の高部が入っています。これではバットが出ません。ストライクです。これが2球目。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。掴んで2アウトです。バッターボックスは8番佐藤。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。まずはボールから入りました。
さあ2球目は何か。うまくボール球を振らせました。ここは見送ります。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。桑原が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回マリーンズ犠牲フライで先手を取りました。1対0マリーンズ先制です。2回の裏、さあベイスターズ、この回は4番から始まります。バッターはオースティン。ベイスターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。次が2球目。2球目決まっています。これが3球目。この低いボールは外れます。ソロホームランです。ベイスターズ卓球高々と舞い上がりスタンドに消えていきました。追い込まれてからの変化球、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。同点に追いつきました DeNA ベイスターズ。1対1、これぞ4番という仕事をしてくれました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。試合は振り出しに戻っています。バッターボックスには5番強打。ベイスターズホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。アウトコース見送ってストライクです。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは6番マシコ。ワンアウトランナーありません。引っ張った、サードが前に来る、中村、ツーアウトになりました。バッターは守備交代から起用されている海老名。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。左中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています。平沢が掴んで3アウトです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。2回の裏1対1、ベイスターズ同点に追いつきました。里崎さん、お互いに点は取られていますが、序盤ですからまだまだどうなるかわからないですよね。まあ失点はしていますけど、
僕は初回からいいピッチングできてるかなって印象はありますけどね。はい、ここから流れを作りたいところです。初球ボール。